ウクライナのアントノフ設計局の制作した4発ターボプロップ旅客機である。戦後ソ連最初の本格的な4発機であった。開発時には U またはウクライナの愛称で呼ばれた。北大西洋条約機構はアン1 0に対し CAT という NATO コードネームを割り当てた。アン1 0は双発機アン8の拡大発展型として開発された。 初飛行は1957年3月のことで、同月には改良型で貨物輸送機であるアンマイナス -12 も初飛行に成功していた。横安定性不良改善のために水平尾翼両端に補助フィンを持つのが特徴で、1959年には路線修航士108機が生産され、後期には旅客数を110名まで拡張したアンマイナス -10A に発展した。 アンマイナス 10A からは補助フィンがなくなり、代わりに胴体末尾仮面にベントラルフィンが追加された。アエロフロートソビエト航空とソ連空軍のみが運用していた。しかし、事故の多い機体でもあり、12件で371名が犠牲になっている。1972年5月には製造51年しか経っていない機体が巡航中に、 構造欠陥による金属疲労で主翼が破断し、胴体が地面に激突する事故があった。そのため、アエロフロートソ連航空はこの事故以降運航を停止し、1978年には引退した。ありがとうございます。